ます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、デプスのですね、ヒュージーペンシルですね。このカラーね、おー、いい色味だなーなんて思ってね、これでね、魚が釣れたんで、まずはこちらをご覧ください。竿いい感じでした。今2匹しかまだかけてないですけど、なんか楽しいっすね。よかったあぶね。このルアーはタダ巻きでは全然追ってこないんだね。なんかタダ巻きでも良さそうな動き。スミイカの骨、調子悪い。おっしゃ、お、出た。ヒュージ、ヒュージ、いや大丈夫大丈夫大丈夫、抜いちゃいます抜いちゃいます。よし、はい、ちょっと小さいサイズですけど、ヒュージペンシルに行きました。ありがとう。
はい、千葉県のね、林優先さんに乗ってね、この時期の、まあ、この城パターンってやつですかね、まあ、ランカー便とかいろんな呼び名がありますけども、お邪魔してね、楽しんできました。でね、今回ね、活躍したのはね、この色のヒュージペンシル。ね、透明っぽいカラーなんですけども、背中ピンクでね、非常にね、視認性が良くてですね、まあ、ちょっとね、サイズの方はね、小さめだったんですけども、これね、このカラーだからね、こうやって見るとね、この内部構造がよく見えるなぁなんて思ってね、ちょっと動画にまとめてみたんですけども、ヒュージペンシルすげえ音だなぁと思うんですけど、こんな内部構造になってるんですよね。この大きなボールがこうやってジョロジョロ動くことによって、この、独特なね、水の中に響いてるって感じのね、サウンドが出てるんですね。うん、で、水ベルがこうね、配置されてるんで、今回ね、ちょっと小さめなシーバスでしたけどね、バレずにね、船まで上げることができてっていう感じで、この色ね、買ってよかったなぁなんていうふうに思うんですけども、なんか、渋くないですか？まあちょっとね、フックサークルの出方とかはね、ちょっとね、控えめというか、まあ透明なんで目立たない感じなんですけども、いやーね、楽しんでおります。で、まあタックルはね、ちょいちょいたまにね、最近登場している、釣り子 TV スペシャルみたいなね、ロッドね、これ作ったんですよね、快適に使えております。それにビッグシューターコンパクトのね、組み合わせですね。で、PE ライン、4から5号ぐらいの太さのものに、このね、80ポンドのリーダーで、スナップでつけておりますって感じで、こういう感じでね、なんだろう、スプリットリングも残してあるんですけども、まあ、ここら辺はズボラなんで、スプリットリングにスナップなんてね、こういうね、雑な感じでも、まあ、すごいよくね、ちゃんと動いてくれるんで、で、まあ、なんだろう、スナップ忘れたって時もね、このスプリットリングに直接リーダー結べばね、快適に使えるように、自分はスプリットリングね、そのまんまで、やってる派です。で、スナップがあるときはこういう感じで、スナップをつけてっていう感じで、ユニノットでね、結んでおります。はい。ね、いよいよね、こういうのがね、活躍するシーズンなんで、まあね、実はね、おかっぱりなんかでもね、すごいね、効いてるなんていうエリアがあるんで、今回はね、もう間違いない、チャーターボートというかね、もうね、林優先さんのお世話になって、釣れるところに連れてってもらってっていう感じなんですけども、横浜エリアから東京エリア、千葉エリアとかね、ほんといろいろなね、チャーター屋さんがあって、で、その時ね、連れている近所のチャーター屋さん選ぶっていうのも一つ手じゃないかななんていう、まあ、俺はもうここしか行かないよなんていう選び方があるとは思うんですけども、何にしろ今年はね、ほんと、千葉のね、三番瀬とか林優先さんとかあのエリアがね、非常にね、好調にずっと釣れ続けているので、まあそんな時はね、そういったご近所の船宿さんを選ぶことによって、長い時間ね、楽しむことができるっていうことがあります。まあ横浜エリアだったらまた横浜にね、得意な船宿さんとか、あと千葉でも富津の方がいい時はやっぱ富津に近い船宿さんとかね、レンタルボート探してみたりとか、いろいろあると思うんですけども、まあ実況時間をね、長めに取れるような、船宿の選択なんていうのも、この時期ならではのね、戦略の楽しみではないでしょうか。乗ればね、もう大体毎日出てる船長さんがね、抜群の場所に連れて行ってくれるので、で、あとはね、こういうね、ルアーで楽しんじゃうっていうね、こういう感じだと思いますので、ぜひですね、気になっている人は、なんだろう、東京、この城パターンとかね、東京湾ですね、検索するといろいろ出てくると思いますので、いかがでしょうか。ということで、はい、本日の釣り子 TV はこちら、新しく出たデプスのですね、ヒュージペンシルのこんな感じのね、綺麗なカラー、これでね、魚が釣れてる、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。